今度は反乱の進めか。ショラッサー君、行商人のカバンからは随分次々と思いがけないイカサマものが飛び出すんだね。はっきり言っておく、今まで俺はただの一度もアドルフの命令に背いたことはない。今後も決してアドルフの命令に背くことはないだろう。理由を言おうか。第一に、俺は軍人だからだ。第二に、アドルフの俺に対するあらゆる命令には前もって俺が目を通しているからだ。それはいわば友達の命令で。素晴らしいつながりだとは思わないか。それは服従というよりは男らしい合意なのだ。どうしても私の言うことが聞けないのか。聞けなければ君は必ず破滅する。おためごかしはもうたくさん。俺は汚れた人間とは手を握りたくない。それだけのことだ。いかなることがあっても、ああいかなることがあっても、わかった。おためごかしと言われるならそれ以上言いたくないが、これで我々がたもとを分かてば、君も死に私も死ぬ。分かりきったことだ。君は友達ヒットラーに殺される。私に比べれば君の方が多少は幸福だろう。バカな、アドルフが俺を殺すものか。なんという愚かな病的な頭に救った観念が、この世の美しい人間関係を根こそぎにしてしまった例はたんとある。だがヒットラーは決してレームを殺さない。それは歴史が証明するだろう。もしそれが人間の歴史なら。シュトラッサー君、あんた病気なんだ。君も病気だよ、レーム君。お互いに夏の間ゆっくり養生することにしよう。もう養生するいとまあるまい。棺桶に片足を突っ込みながら、まだしぶとく生きているヒンデンブルクを見習えたまえ。レイム君、お願いだ。助けてくれ。助けてくれるのは君しかいない。私を助けてくれることが君の命を救うことにもなる。人生に二度とはないこの瞬間をどうか見逃さないでくれ。君だけだ、君だけだ、それができるのは。死にたかったら勝手に死ね。殺されるのはお前の自由だ。なんならこの場で殺してやろうか。あ、そうだ、そうしてくれ。この場で殺された方がさっぱりする。君の愚かさに殺された方が、不気味な暗い知恵に殺されるよりもまだ何ほどか救いがある。どうせ君とはまたすぐメイドで会うのだからな。さあ、そのピストルを抜け、それで撃て。残念ながらまだ俺は命令を受けていない。命令を？アドルフ・ヒットラーの命令をだ。